歌川広重、東海道五十三次、坂の下坂下塾は、東海道五十三次の四十八番目の宿場である。現在の地盤は、三重県亀山市関町、坂下。かつては、南所、鈴鹿峠を控えた、宿場町としてにぎわい、江戸中期には、本陣3、脇本陣1を含め、旗五51軒、町並み5町56軒あり、宿場の範囲は、 河原の谷橋から岩屋観音までの約1キロメートルであった。個数約150個、人口500人余りと記録される。鈴鹿ゴ語歌では、坂の下では、大竹小竹塾が通りたや、小竹屋にとうわれ、旗子屋、本陣も数多く、東海道有数の盛況な宿であった。1650年9月2日、宿場は土石流の被害を受け壊滅してしまう。 幕府の援助を受け、1 3トル東の現在の位置に移設される。1895年には、関西鉄道が現在の草津線、関西本線にあたる草津駅名古屋駅間を全通させたが、鈴鹿峠の勾配が蒸気機関車に障害となったため路線は西寄りの告げ経由となる。地域経済を旅人相手の商売に依存していた坂下は、 交通の要所から外れることとなって、次第に衰退していった。現在は域内を国道1号の振動が通るが、旧街道沿いは民家も少なく、2005年の調査では、個数89件、人口147人と過疎化が進行している。かつて繁栄した宿場町であったことを示すのは、本陣跡を示す、旧石町によるいくつかの石碑のみである。 JR 関西本線関駅より、伊勢坂下行、亀山市、コミュニティバス終点伊勢坂下バス停下車以前は、国鉄バス亀総線を前進とする三重交通のバスが鈴鹿峠を越えていたが、現在は亀山市、コミュニティバスセーブルートとなっている。日曜祝日及び1月1日2日3日を除く、全日運行。路線ずつ土山塾までの史跡。 見どころ万人工場や東古の区間は、東海自然歩道として同票が整備されている。発信の初にこゆる鈴鹿山の区域が、馬の水飲み鉢のそばにある。亀山市観光パンフレット、坂下宿、ウィキメディアコモンズには、坂下宿に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。